ました。このチャンネル、こちらのチャンネルはカレー動画をお届けしているチャンネルです。よはい、本日はですね、キッチン気楽さんに行ってまいりました。こちらのお店は神保町駅から歩いてちょっとしたところにありますカフェなんですが、最近カレーを提供しだしたということで、しかもそちらのカレーがですね、黄色い昭和のカレーだということで、やっぱりもう激戦区神保町においてどんなカレーを出してるのか、すごく注目のお店、本日来ましたのでご覧ください。本日のカレー、ドン。キッチン気楽さんのカレーのメニューは3種類。こちらのカレーライスとひよこ豆のキーマカレーライス、どちらも食べたいという方の合いがけもでき、もちろんカフェなのでスイーツやドリンクも充実。こちらのカウンターで先払い注文してから待ちます。本日注文したのはもちろんこちら、カレーライスを注文。昔ながらのカレーライスを思わせる真っ黄色なそのビジュアル、お部屋に刺さってくるスプーンがまた味をグッと出してくれます。早速いただきます。まずそのキンキンに冷えたスプーンを抜き、まずはカレーだけ一口。まろやかな口当たり、ほのかに香るスパイスの香りで本日もうまし。蕎麦屋のカレーのような出汁が効いており、この豚バラやザクザク感のある玉ねぎがまたいいアクセント、うまみもたっぷり。ライスが見えなくなるぐらいドバッとかけてくれるこの見た目も最高です。福神漬けは赤ではなく茶色のパターンで、しっかりの酸味具合も加えられ、こちらともいい相性。そしてそしてこのちっちゃなカップの中に入っている中濃ソースで後半から味変も可能。中濃ソースの酸味やフルーティーさ、塩っ気もプラスして、これがまたいい味変具合、マジで最高。昔ながらの蕎麦屋の黄色いカレーを再現したこの一杯、さすがカレーの町神保町。本日も完食ごちそうさまでした。出汁感もたまらん。やっぱりお蕎麦屋さんの黄色い昭和のカレーといった感じで、本当にね、出汁感もありますし、こうまろやかな感じ、ザクザクのこの玉ねぎなんかもね、すごく美味しかったです。豚バラのお肉も入ってましたし、こうまろやかなんですがふわりと香るスパイスの香りもちょっとあったりなんかして、すごく美味しいでございます。なんといってもカレーだけではなく、途中で中濃ソースで味変をできるあたりだったりだとか、ちゃんとコップにですね、お冷やのコップにスプーンが刺さって提供されるあたりだとかも、こう全部ちゃんとこう、お蕎麦屋さんの昭和の黄色いカレーのコンセプトをね、そのままやってくれてる感じで、ただすごく可愛らしいカフェで、すごく違和感はあるといった、逆に面白い、そんなお店とカレーでございました。すごく認知されればね、人気出そうな一杯ですし、お値段もそんなに高くないですし、ぜひ皆さんも行ってみてください。はい、というわけでカレーにとりこの生活したインスタツイッター、もちろんこちらのチャンネルの方にもどしどしコメントください。ほな皆様、また次回、バイバイ。